所を帰りましては中区から乗りましていただきましたカグラの皆さんです。はい、作品のタイトルは鉄あつらえ参加尾張藩次第藩主徳川宗春公が礎を築く今もこの地に土祭りとして受け継がれる名古屋の文化を神楽らしく絢爛豪華に表現します。台所名古屋ここにありということでございました。はい、まさにもうお衣装からして台所名古屋体感体験していただいてます。高校生から社会人までということでテーマはずばり台所名古屋かける土祭りでございます。さあ、それじゃあ、皆さん、また、はい、いや、でも本当に名古屋のね、文化っていう感じのお衣装ですよね。はい、そして各チームから大きな旗もね、それぞれ個性的だったりいたします。そういったところもぜひ、ご注目いただきましょう。それでは、ご準備よろしいでしょうか。はい、続いては、神楽の皆さんの演舞です。どうぞ。皆さん、こんにちは。名古屋市を中心に活動しております神楽と申します。今年の作品は別集まり3テーマを芸どころ名古屋かけるど祭りとしております。精一杯演舞いたしますのでご声援お手拍子よろしくお願いします。別あつらえ3光をかすむ春かすむ時代を終わりの日名古屋これがど祭り。さあ、ど真ん中で、ほら！